はいえー、本日も参加どうもありがとうございます。えっと、朝倉美樹アルの,あの船橋市議会報告とご意見をお伺いする会を始めたいと思います。で、えっと、まあ、冒頭の写真をこれにしたんですが、まあ、今、6月議会で一番、まあ、議論されていることの一つに、自転車ヘルメットへの、まあ、1人に2000円相当の補助、購入するときに、 7月1日から購入するときに2000円補助が出るので、まあ、えっと、私も、まあ、私はもうすでに買ってあるんですが、あ、この機会にぜひ自転車ヘルメットをつけて、えーまあの、自転車に乗りましょうということです。えー、で、私は、まあ、いつもつけ忘れがないように、いつも自転車置き場の籠の,の、自転車のカゴのに上に乗せて運んでますので、ぜひ皆さんも、あの、この制度を活用しながら、 まだ購入してない方は購入してみてください。それでは、えっと、まあ、これ、毎回繰り返してるんですけど、船橋議会の、えー、基本事は、36912の、えー、3の倍数の月中心にありまして、えー、二元代表制、市長も選挙で選ばれる、議員も選挙で選ばれる、2つの代表が、まあ、緊張関係を持ちながら議会をやっていこうということであります。で、えー、っと、議会で審議するのは、あの、 えと議決3票を決める案件が市長から出された議案、議員から出された発議案、それから市民から出された請願や陳情ですね、これは最終日に議決をします。で審議はするけど議決はしない、まあ、議会で議論して、まあ、あの市の行政運営の参考にしてもらうものとして、議員の一般質問と委員会への、えー、担当課の報告事項とそれに対する質疑があります。で実はは議会日程的にはあの ちょうど先週のすでに YouTube にアップしている報告の中で、私が議案質疑と一般質問をした内容が、えー、過去の,にあの,ああの前回の、えー、と YouTube に上がってますので、そこで詳しく報告してますので、えー、ま,だあのまだご覧になっていない方はぜひご覧ください。で、議会日程的にはこの委員会があるんですが、ちょっとこの1週間は、 その一般質問終わった後だと、それほどあの大きな動きがなかったんで、でも一つあったんで、ちょっとそれは報告しますけど、議会以外の動きを中心に、この1週間のことを報告します。で、まず、8日の午前には、この週間の動きですね。 と『源氏物語』の夕顔講座ありまして結構な人が参加しまして4月6日にもう1回やることにいたしました。この『源氏物語』の講座が終わった後にあに横浜市を訪問しまして、えー、とこれはあの実は、えー、台湾で今週来週末ですね21日から23日まで 国際学会で、えーまあ、代替医療系というか、東洋医学系の国際学会で私、発表するんですが、その打ち合わせでちある打ち合わせをしました。で、その時に同時に横浜駅の周りを待ち歩きしたんですね。そうしたら、まあ、こういうベンチですね、がいろんなところにありまして、ちょっと休める場所があります。で、こういう街づくりをしたのは、横浜市立大学の都市計画系の、あの、 教授たちが、まあ、こういう、えー、その市のまちづくりに関与したということなんでやはり、まあ、船橋もやはり,、えー、とやはり何,何らかの大学があの関与するようにした方がいいんじゃないかなと思っているところです。さて、えっと、6月の10日には船橋市議会が終わった後宮本区役所を訪問しまして調査しました。 で2004年から2024年の港区町線の分析をして、実は本日9時から、えー、この報告が終わった後にやる予定です。で、船橋市役所でもあるんですが、区政の資料室というのがありまして、そこで選挙関係の資料がありまして、そこで。 まあ今回当選された正規愛さんは現職の武井さんが、まあ、ずっとあのこれだけ圧勝してきたんですがその武井さんを減らしながら、まあ、彼女自身がこれだけ今までの自典候補にない、えー、非常に支持を得ているということで、まあ、あの非常に興味深い結果ですね。で投票率も若干 若干でありますけど上がってそこなんかをまた9時から分析したいと思いますでえっ、ー、とそういう分析資料を集めるともにせっかくだから船場あの港区役所の様子を見てきましたあ船橋市議会が3時430分ぐらいに終わってい急いで直行して4時20分ぐらいには一応港区役所に着くんですねまああの船橋駅から秋葉原、えー、総分線で行きまして、えー、と浜松町から あの、まあ、まあ、歩いて10分、5分から10分のところですので、まあ、1時間以内に着くんです。で、それで、選挙結果の資料をコピーした後に、二20分程度時間があったんで、いろんな部屋を回りました。 でえっとまずはこれ、一番進めたいところの船橋でやってないんですが、港区はこういうふうにエレベーター内科にこういう緊急装備品がありまして、食料やトイ,トイレ用具ですね、が入ってて、エレベーターに閉じ込められたときに地震で、えっとエレベーターに閉じ込められた人がこれを使って少し災害をしのぐ仕組みがあります、三角のものですね。で、これ、区役所の、うん、エレベーターにも設置してるし、各集合住宅に補助 してるとでこれを船橋でも補助すべきだということを今回の生きがいで質問しましたけど船橋はまだ設置されてませんので、まあ、この現物を見て写真撮ってきたということですそれからいろんなところがあったんですが伝わる日本語推進担当というのは、まあ、面白い名前だなと思って聞いてみたら、まあ、いわゆる行政用語で専門用語とか、えー、難しい言葉で、えー、伝わらない言葉で住民に接するのはよくない ということで,できるだけ別かりやすい言葉で伝えていこうということを市の職員に対して徹底していくかということでありましてこれも船橋でも参考になるということですねさて先ほど船橋市議会の動きで私自身の質問は前回の報告の中に入れましたけどそれ以降の質問として非常にやはり興味深かったのが6月11日の岩井智子議員の医療センター部分の質疑です で市内の看護師の配置が少ない看護師を奪い合うのでいいのかという問題意識です。で、実はあの特集会病院とかが、えっと、少し定員を増やしたときに、船橋市の,あのまあ保健ですね、健康福祉局の方からその、そのせその 定員すする時に注文がついたんですね看護師は市内で少なくなってるから市外まあその市外からきちんと看護師をあの供給するように努力してくださいというふうに言ってるんです船橋の健康福祉局が特殊会病院に対してはところがあの同じ市立の医療センターがこうあの 非常に人を増やそうとする計画をしてるんですね、今回の移転に伴って。で、その137人も増加しようとしてるんだけど、それに対して健康福祉局は何も言ってないんです。だからその 一貫性がないということを鋭く質問されてたのでこれは実際千葉県医師連盟の船橋支部が3月26日に出した声明の趣旨がそれの趣旨なんですけどそれの趣旨に近い形で質問されてたので非常にその通りだと思います私はなんか言い訳というか言い訳もならない一貫性がない答弁をしてましたがこれも重要な論点だと思いました それで、12日には、水曜日に、塚田公民館で勉強広場と、あの、塚田未来食堂という子ども食堂と一緒に勉強広場をして、勉強を教えました。で、えーまあ、同時に開かれた子ども食堂はこんな感じですね、えー。塚田未来食堂ということで、大人300円、子ども50円で食べられますので、ただ、あの、当日参加は無理なんで、もし参加されたい方がいましたら、 えー、塚田未来食堂で検索いただいて事前に申し込みください。次回は7月3日水曜日になります。地教圏の日にあるんですね。で、6月の13日、昨日は高木優衣さんという、まあ、私の元生徒で医学部の6年生に、えー、来て、あの、 えっと、受験生向けに講演をいただきまして、医学生として研究に関わる、医学生でありながら、同時にがんの研究なんかにも関わっているということを受験、医学部を目指す受験生たちに講演会をしたのを、の司会をいたしました。はい。非常に、えっ、ー、と、いい講演でした。言いましたようにあ、これ、戻しちゃうと、録画が消えちゃうんだすいせあの、えー、先ほど言いましたように、えー、6月の、 え、水曜日ですね。26日の水曜日の20時からやりますので、ぜひご参加いただけばと思います。はい。そう。で